よろしくお願いします。はい、ランジャタイです。ランジャタイです。さあさあ、ということで今日は何でしょう。はい、今回の企画はこちら。はさあ出た。なんだ、ドン。伊藤さん止めて。なんだ伊藤さん。お伊藤さん、ダメ。何ですかこれは。さてドン。再始動。 YouTube 本気だってこと。 YouTube やります。ついに本気になってくれたんですね、はい、頑張りましょう。 YouTube に、はい、本気です。彼は本気です。一回切れたギアをもう一回全員で、もう一回みんな一回切れて、ね、トップギア入れて、トップギア入れて。なんで伊藤さんそっち側なんですか。いやいや、それはもうやりたいって言ってるから、はい、だって前回あの掛け声出したじゃないですか、みんなで。出しました。それでグッとなったじゃないですか。それでなんでまた。そう、でも一回でも電源切ったギアをもう一回入れよ。もう一回ね、チーム一丸とならないと。ああ、 YouTube ってチームでやってますからね。そういうもんですよ、それは。はい、正しいこと今言ってる。すごい、 ありがとうございます。はい、いい感じ。一丸となってやっぱ YouTube やるっていうのをやっぱ視聴者さんに伝えたくて。うん、うん、まだ見てない人いると思うんですよ、うん、この YouTube のやるやる詐欺になってますよ。え、再始動するって言って、うん、その後また何もしないから、いやほらこういう詐欺とか言って、危険思想がやっぱ生まれてこう、ね、怖い。政治でもいるんですよ多分こういう人が。すぐ詐欺とか、こういう人が叩かれますよ。日本をダメにします。詐欺とか言って日本をダメにしますよ今ね。気をつけてくださいよ。じゃあ分かりました。再指導を、 YouTube のことを思ってください。思ってます。はい、将来の YouTuber たちのために。あ、我々が立ち上がる、奮い立ってね、道を示すために。そう、だ意気込みはもう分かったんで、うん、でかい背中をね、うるさいな、見せたい。でかい背中を見せたい。あ、こんなに偉大な人たちだったんだっていう将来の YouTuber たちに見せたいじゃない、うん、なので企画をやっていきましょう。あ、そう、あ、いいこと言った。なんて今企画をやりましょう。そう、企画ね、企画をやる、その企画を作る段階から、企画会議一からね。一から、うん、そこももう見せていくスタイル。そう、あー、あー、いいこと言った。見せていくスタイル全部赤裸々に。はい、その今どう、何万人目指したい。やっぱ100万人僕はで、大きく出た。ドーン、100万人は行きたいですね。100万人 YouTube 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 100万人したら相当だよ。まあ、ジェラードンとかね。ジェラードン、霜降り、ねえ、すごいじゃん。テレビ TV スターでもあるからね彼ら。そうよ、両立してますからやっぱり。 それをやっぱ結構多いけどね。うん、50万人でいいんじゃん。50万、うん、1回ね。あ、まあまあ50万。なるほどね、ちょっと近くに目標置いてね、目指しやすいように。 今何万人ですか。 12.5。 50万も多いね。そうなる、多い。15で15万。5か、ちょっと近すぎやしない。でも近いけど、まあ、やっぱその距離近い方が追っかけやすいじゃない。見えなかった。50万ってあまりに見えないから。なるほどね、はい、近すぎてもでも見えないけどね、その、うん、まあでも3万人でしょ。うんうん、うん、3万人って結構遠いと思うんですよ。まあまあまあ確かに。増やしていきましょう。そうね、ドームぐらいは埋まるもんね、うん、3万人で。いいこと言った。そう考えたらでかいか、うん、チャンネル登録者伸ばすコツ、うん、あるんですけど、うん、そのやっぱ皆さんこうたくさん動画を上げるんで、はい、視聴者を飽きさせない、うん、ようにする、うん、からなるべく毎回違う内容の動画を出してます、うんうん、違う内容。そう、なんか似てますあなたたちは。でもそのたくさん出したでしょ。1回もう2本撮った人と今日だってもう3本目ですもう3本目ほらすごいよこれ。じゃあせめて展開を変えましょう、うん、再始動ね。再始動。これだから一回切れた電気よ、ね、電源をもう一回入れてみんなで。そうね、気合がいっぱいやっぱいるから YouTube って。気合はいるよやっぱね。ちょっと頑張りましょう。気合入れて、うん、どうです、どんな企画を。じゃあ企画どうなるかな。これいいかな、ちょっと撮っとこうと思ったんですけど。はいはい、まあもういいか。もうそうですよね、そのなんていうか黙ってちゃダメですもんね。当たり前です、もちろん、はい、もう欲出さずにバーって全部もう、はい、吐き出して。あの昔ね遊んでた友達とか
はいはいはい、それ昔なんかいるじゃないですか、昔遊んでた友達 で、 で周りで、えこいつめっちゃ面白いなとか、はいはいはい、えめっちゃ面白いとか喋ってて、こう何なんだろうっていう、この面白さは何なんだろうって思ってた自分もめっちゃ笑ってた友達が今どうなのかっていう、うんうん、そういう企画。なるほどね、あの頃っていう、あの頃の友達、あの頃の友達って変わってるかどうかっていう、そう、未だに僕のあの同い年で面白いのかとか、うんうん、ちょっとそういうの気になるんで。その頃はやっぱ面白かったの？その頃は面白かった。何人かやっぱいます、周りに、あ面白いなって思う友達。なるほどね、はい、そういうのなんかお互いの友達とかで、あのやりましょう。僕ちょっとでも一人ぐらいしかそのいないんですけど、連絡取れる友達がちょっと、それもしょうがないというかね、それはそれしょうがない、はい、見ました、3回ぐらい見たこのくだり、はい、せめて分岐させてください、はい、うん、よし、じゃあ今から電話しましょう。どこに？その人に。え？電話しましょう。なんでですか？あ、でもやっぱ電話する前に気合い入れましょう電話も気合いがいりますから、友達への電話の前に、ね、みんなで気合い入れて、みんなで一丸となって電話するぞっていう気合い入れましょう。いいっす。でじゃあで気合い入れたら電話してくれますね。いや俺だけの力じゃできないですよ、そんなの。僕だけの力だと無理。その全員の気合いを見てもらって電話するかどうかみたいなの。なるほどね、うん、僕はじゃあ電話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 するぞしたいっていう気持ちじゃいいですか、一回。電話したい。さっきのじゃない。電話するぞはあったんですけど、電話したいっていう気持ちを一回、はい。で、やっぱり電話してくれっていう気持ちを。ああ、分かりました。うちらがやって電話してほしいの一言だけだって、そりゃ相手も取らないぞ、出るわできません。もう一回やります。電話、あ、僕からです
さあさあ、OK、行きました。電話しましょう。電話。疲れた。こんな疲れた感じで友達と話せないよ。伊藤さんもなんか言って。いや、しょうがない。疲れたもんな。疲れた。息切れてたら向こうも心配するもんね、そのね。なんかしょぼくれたと思われなっちゃう。ダメだ。すいません。今回はダメでした。電話できませんでした。次回じゃ電話。次回。次回電話しますね。するかもしれません。次回する可能性があるんで、するかしないか視聴者の人たち、乞うご期待。YouTube。